こんにちは、エヴァトたけしです。今回は愛されるためにはどうすればいいかというテーマでお話ししていきたいと思います。人間にはしたい、欲しいという欲求があります。私たちはしたいという欲求を満たすために行動を起こします。お腹を満たすためにご飯を食べたいと思うからご飯を食べる。 という行動を起こすこすすとができますお腹を満たすためにご飯が欲しいと思うからご飯を買いに行くという行動を起こすことができます。お米やパンや肉や魚といった物理的に存在するものを手に入れるためには物理的に体を動かす必要があります。お米を買う肉を調理するといった物理的な行動を起こすことで物理的な欲求を満たすことができます。 パンを手に取って口に入れる、箸で魚をつまんで口に入れるという動作をすることで満足することができます。私たちには物理的な欲求の他に精神的な欲求があります。靴が欲しい、鞄が欲しいという欲求の他に愛されたい、認められたいという欲求があります。物理的な欲求の満たし方と 精神的な欲求の満たし方は異なります。靴や鞄はお金を払えば手に入れることができます。しかし、愛されたい、認められたいと思ったとき、おい、お金を払うから俺を愛せ。お金を払うから私を認めてくださいというわけにはいきません。私たちは、強要されると反発するようにできています。俺を愛せと要求されたら、いや、愛したくありません。 と抵抗すするようにできています私を認めてくださいと求めれば求めるほど、あなただけは認めることはできませんと強く反発されるようになります。愛されたいと思うと、自動的に他人から愛されたら満たされると考えがちです。私たちは、認められたいという欲求を満たすために、他人から認められるための行動を起こす傾向があります。 他人から愛されるための活動に夢中になると自分で自分を愛すことを忘れてしまうことがあります。自分が自分を認めないことで自分は認められていないという思いが強くなります。そのような渇望感を満たすためにますます他人からの承認を求めるようになります。自分が自分を承認してあげないことでさらにもっと私を愛してください。 もっと私を価値のある存在として認めてくださいと求めるようになります。もっと俺を尊敬しろと求めれば求めるほど、いや、あなたみたいな人は尊敬できませんからと反発されるようになります。もっと俺を褒めろと強要すればするほど、心から褒められることが少なくなります。愛されたいという欲求を満たすためには、まずは、 自分が自分を愛してあげる必要があります。自分を愛すとは、そのままの自分を受け入れるということです。完璧ではない自分を許すというのが、自分を愛すということです。できないことや弱いところがたくさんある自分を認めてあげるというのが、自分を愛すということです。欠点や弱点がある自分を受け入れて、そんな自分を幸せにしてあげようと思うのが、自分を愛すということです。 不完全な自分を許すことで、自分と同じように不完全な他人に対しても寛容になることができるようになります。できないことがある自分を幸せにしてあげたいと思うことで、できないことがある他人にも幸せになってもらいたいと思えるようになります。弱いところがあっても幸せになれるから大丈夫だよ、と自分を信じてあげることで、弱いところがあっても幸せになれるから大丈夫だよ、 他人を応援できるようになります完璧ではない自分を受け入れることで完璧ではない他人を受け入れられるようになります。自分の弱さを受け入れてもらった相手はあなたの弱さを受け入れたいと思えるようになります。ということで私を愛してください私を認めてくださいと求めれば求めるほど他人は逃げていくということを忘れないようにしてほしいと思います。 自分を愛せば他人を愛せるようになる。他人を愛せるようになることで他人から愛されるようになる。という順番を忘れないようにしていきましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。